ヨーロッパ企画のブロードウェイ名古屋。チンチコチン、明けましておめでとうございます。私ヨーロッパ企画の俳優をやっております中川春樹でございます。ということでめでたく帰ってまいりましたヨーロッパ企画のブロードウェイ名古屋ね、初めましての方もいらっしゃると思いますので、ご説明いたしますと、こちらの番組はですね、もともと CBC ラジオで毎週土曜の28時から28時半というね、深い時間帯で放送されておりますヨーロッパ企画のブロードウェイラジオという番組がございまして、京都の劇団、ヨーロッパ企画の、ちっちゃい俳優永野宗則と、女優の藤谷莉子ちゃんがパーソナリティを務めているんですけども、その番組内で、メインコンテンツとしているラジオドラマのコーナー内で、名古屋出身である私中川春樹が手掛けた名古屋道というドラマがですね、リスナーほか関係各所のね、皆様方の間でかなり話題となりまして、ブロラジの派生として去年の8月に CBC ラジオさんにてヨーロッパ企画のブロードウェイ名古屋という全4回にわたる番組をやらせていただきました。こちらまたね、高い評価をいただきまして、今回お正月特番として、ブロードウェイ名古屋、このブロ名古屋がめでたく舞い戻ってきたわけでございます。そして早速ですが、組合員さんからね、お便りが届いております。読みます。中川さん、長野さん、リコさん、作家の皆さん、スタッフの皆さん、そして CBC の皆さん、こんばんは。なんと CBC さんでブロードウェイ名古屋がしかもお正月特番が放送されるとは、組合員としては嬉しい限りです。待ってました。もちろん、ブロラジ毎週聞いていますが、やっぱり名古屋道がないとですね、なんかですね、決してブロラジが嫌いではなく、いや好きなんです、大好きです、だから毎週聞いています。でも名古屋がないとですね、いやもうそういう気持ちになってるんですね彼女はね。中川さんのお話、名古屋のいろんなお話も聞けると思うのでとても楽しみにしています。ブロードウェイ名古屋大好きです、中川さんももちろん大好きですということで、ラジオネーム三日月さんから。そして、次のお便り、中川さん、長野さん、リコちゃん、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます、ブロードウェイ名古屋お正月特番待ってました。 CBC さんありがとうございます、8月に1ヶ月限定で放送されたブロードウェイ名古屋、また放送されることを楽しみに待っていたのでこの日を迎えられたことがとても嬉しいです。私の野望としましては、今回のようにブロードウェイ名古屋が節目節目で特番を放送し、名古屋道シーズン3が聞けたらとっても嬉しいです。僕も同じ気持ちです。名古屋地域振興組合員、組合員さこみさん、そして中川さん、中野さん、リコさん、明けましておめでとうございます。ブロードウェイ名古屋の特番は組合員としては一番のお年玉です。名古屋道の特別編がまた聞ける日を楽しみにしております。名古屋地域振興組合組合員特勤特勤さん、そして、MC の中川さん、ゲストの中野さん、リコちゃん、こんばんは。名古屋道最もうゲストって言われてるね長野リコちゃん長道最終回から1ヶ月、まさか新年早々またブロードウェイ名古屋を聴けることになるなんてとびっくりしました。名古屋道が終わってしまい正直寂しいなと思っていました。でも自然と名古屋を目で追って探してしまう自分が相変わらずいて、この感情をどこへ向ければいいのかとモヤモヤしていたので特番が決まり本当に嬉しいです。リコちゃんも名古屋旅行に出かけていたり、名古屋道によって皆さんも確実に名古屋色に染められていますよね。あの感動的な最終回からのこの特番という中川からの素敵なお年玉をありがたく頂戴しようと思います。名古屋地域振興組合組合員ヒロさんからと、このようにですね、あちこちからお便りが届いております。いやありがたい限りでございます。もうね、もはやね、その本家のブロラジを超える日ももうそう遠くないはずだなということで、今回はこのブロードウェイ名古屋をより良い番組にするべく、ブロナゴスタッフと力を合わせてですね、新番組開発会議を行っていきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたしますと、いろいろ企画をね、今日は持ってきております。それを、どんどんやっていこうかなと。何見てんだよ、ここで入ってくんだよお前らは、ここで入ってくんだよお前らが、早く人にぼっちにさせんじゃないよ、入ってくんだよお前、酔っ払ってんじゃないよお前。中川さん早く放送中です。いやいやいや進めてください。いやいいのいいの、じゃあお前らもこの時間ずっとそこいるんだな、喋んないんだな、いいのかやるぞ。じゃあじゃあもうラジオドラマのコード行くからいや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 、はい、待ってください。ちょっと何ですか、行かないでください、行かないでほしい、このまま、うん、行かないでください、ブロードウェイ名古屋のまま。そうなんです。でも中川さん、あと自己紹介をさせてください自己紹介、自己紹介をさせてください。したいの、はい、知ってもいいよ。じゃあ明けましておめでとうございます、ヨーロッパ局の長野宗則なんですけど、はい、そして、はい、明けましておめでとうございます、藤谷莉子です。今日の女、うんうん、で、なんだい、え、なんだいやいや、だから何、うん、ちょっと
止めさせてもらいました。ちょっとごめんなさい。一旦ね。一旦ね。うん、はいはい。ゴールデンタイムですよ。言ったらこんな。もともと何が入る予定だったんだろうね、この時間。この時間空いてたのが不思議なんだけど。だよね。すごくいい時間。そう、開けてくれてね。すごくいい時間にさ、ありがたいですよ。ブロードウェイラジオじゃなくて、はい、ブロードウェイ名古屋を入ってるっていう。しかもブロードウェイラジオ本来30分番組なのに、はい、40分でしょ今日。10分長いんですよ。10分長い、うん、名古屋地域振興組合ラジオとしてやっていきたいなと僕は思ってるんですよ。だから CBC さんとしてはもう多分そういう気持ちでいるんだと思うんだよね、うん、もはや言いづらいのかな、 CBC さんもしかしてどうなのかな。だからまあ、うん、そういうメッセージだよね、はいはい、もうそろそろ中川にバトン渡した方がいいんじゃないかっていう CBC さんからメッセージを受け取ってるからね俺は、うん、まあ、というわけでね、早速最初のコーナーですよ、はい、ラジオドラマのコーナーをねやろうかなっていう思ってますよ。いいですか、ラジオドラマのコーナー。はいはいはい。いやー、まあ、だってブロードウェイラジオで半年ぐらいね、うんうん、やりましたもんね。そうですよ。いや、数えたらね、うん、全31話あるんですよ。多くね多いよね。多いよ、多いのよ。だから2クール、2クールでプラスその4話ブロードウェイ名古屋でやったんですよ。なるほど、なるほど、はい、そうなんです、うん、多いです。もう永遠に作れるもんなんですか。永遠に作れます、うん、別に作ろうと思えば、そうだね、永遠にやれるんで。そうだよな、だってリスナーさんからもね、うんうん、だって名古屋道の題材をね、うん、が送ってこられたりね、うちの地域を取り上げてください。 そう、うん、うちの茨城県に来てください、はい、ありましたね、わざわざそのね、茨城とか浅草とかね、いろんな地域とか大阪の選手、だから途中から名古屋のことやってねえもん、うん、まあそうだけど、なんとか名古屋を絡めてやってるけど、うん、でも名古屋の旗を ね、そこに立てて、はい、立ててね、というわけでね、今回、まあ、初めて聞く人も多いと思うんで、こんなだってさ、朝よ4時に28時にやってる番組だからさ、聞いてないと思うの、この9時台の人は、ね、だからまあ第1話をね、今回あ、なるほど、記念すべき第1話を聞いていただきたいなと、はい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 、名古屋道ラジオドラマ名古屋市第1話、それでは開演いたします。はい、お忙しいところ恐れ入ります。私、名古屋地域振興組合宮崎支部の中川と申します。本日はこちらの地域にお住みの皆様に名古屋の良さをより深く知っていただくため、ご迷惑ではございますがご挨拶を差し上げている次第でございます。もしお時間ございましたら少しだけお付き合いいただけますでしょうか。あ、名古屋、何ですか。名古屋地域振興組合宮崎支部の中川でございます、はい、突然の訪問で誠に申し訳ございません。あ、いえ、名古屋、まあ、間に合ってるので。間に合っていらっしゃるって、はい、それはつまり、あ、いや、間に合ってるっていうのも変ですけども、ご用件は何でしたっけ。はい、名古屋の良さをより深く知っていただくためにご挨拶に伺っております。はあ、もしよろしければお時間取らせませんので少しだけお付き合いいただければと思っております。そうですか。いや、僕これから出かけなきゃいけなくって。あ、さようでございますか、はい、何時頃お戻りでしょうか。出直しますので。いや、ちょっと戻りの時間が分からなくて。あ、では、あ、日を改めます。あ、そうしてください。いつがよろしゅうございますか。あ、私は明日でも明後日でも、午前中であれば今週中はこの地域にいますので、うん、ご希望の時にお伺いします。あ、分かりました。じゃ あ今少しだけ。 ありがとうございます。改めまして、私、名古屋地域振興組合宮崎支部の中川と申します。あ、はい、長野です。あ、早速ですが長野様、はい、名古屋といえばどのような印象をお持ちでしょうか。名古屋、まあどのような、エビフライとか、エビフリアですよね、名古屋名物なんですよね。違います。え、まず名古屋人の一般的な見解としまして、はい、別にエビフライが好きなわけではないですし、うん、名古屋はエビの水揚げ量が多いわけでもないです、うん、家庭でよくエビフライが食べられるということもございません。あ、そうなんですか。東海地区でエビの水揚げ量が多いのは三河湾ですし、名古屋の有名なエビ料理の天むすは三重県津市が発祥です。ほー、
名古屋ではないんですね。はい、ですが、まあ、世間的にエビフライが名古屋名物と思われるようになった理由は諸説ありまして、はい、やはり一番有力なのはタモリの発言です。タモリ森田和義のことです。2014年3月に放送終了しました笑っていいとものメインパーソナリティの、もちろん存じ上げてます。タモリはそのラジオ番組オールネット日本にて毒舌のパーソナリティを務めていた頃、名古屋を笑いの対象として捉えており、名古屋弁は響きが汚い、みゃーみゃー猫語の名古屋弁、名古屋駅を降りると猫の鳴き声が聞こえてくるなどと評し、名古屋弁を揶揄したネタをやっておりました。その時にタモリの知人の名古屋人である浅井新平氏などがエビフライが好きだったことがありまして、そこでエビフライに名古屋弁のニュアンスを加えてエビフレアと、そう言ったのです。つまりエビフレアはタモリの造語なんです。おお、そうだったんですね。そういったタモリの名古屋いじりはラジオ、ステージ、そしてテレビでも披露され、一般的に認知されることとなりました。ですが我々名古屋人はエビフライをエビフレアと呼ぶことはありませんし、エビフライを日常的に食べる習慣はなく、名古屋には当時エビフライ専門店のようなお店もありませんでした。最初は我々も冗談として受け取って笑っていましたし、まあ、不本意ではありますが名古屋が注目され、たとえそれが間違った認識であってもエビフライが求められているのであれば甘んじて受け入れ、それを名物としてアピールしていこう、まあ、そう考えました。実際にたくさんのエビフレア専門店ができました。ではもはや名物なんですね。名物であり名物ではないというのが我々名古屋地域振興組合の見解です。それは、ま、冗談だったし我々も冗談として受け入れました。嘘から出た誠という言葉もございます。ご存知とは思いますが、名古屋がある愛知県の県魚は平成2年に車エビと選定されました。いや、初耳です。しかし今や名古屋人ですらこの現象を冗談ではなく、そもそも昔から名古屋の名物はエビフリアであり、名古屋弁ではエビフライのことをエビフリアと呼ぶ、まあそう思っている新世代も出てまいりました。これはいけません。歴史は正さなければなりません。時代は変わり、歴史認識問題はもはや笑い事では済まなくなっております。現在は名古屋の河村市長の肝煎りで、小学校のカリキュラムに毎週1時間名古屋の時間を設け、正しい名古屋感を学ぶようになっております。あ、そうなんですか。はい、国語、算数、理科、社会、名古屋です。それは本当ですか。ただ話はずれますが、河村市長の名古屋弁はさすがにやりすぎではないかという声も議会では上がっており、まあ、リコールされるのではという話もあります。市長としてはやはりいつか名古屋弁を標準語にという思いがありますので、アピールの意味で若干オーバーにやってしまっているところがあるようです。まあでも分かります。宮崎も以前の県知事のおかげで良くなった部分ももちろんありますが、ね、悩ましいところですね。はい、まあ、それで僕そろそろ出かけなきゃいけなくって。あ、長々とすいません。ですがこういった誤解を地道に解いていくことが我々名古屋地域振興組合のやるべきことであると思って活動しております。本日は大変有意義な時間が過ごせました。いや、知らなかったです、そんな団体があるなんて。さようでございますか。エビフライの話だけになってしまいました。時間が許すならば、長野様と名古屋の、そして名古屋と宮崎の未来についてご意見の交換ができればと思っておりますが、それはまた次の機会とさせてくださいませ。そうですね、ぜひ、はい、こちらパンフレットと私の名刺でございます。はい、いつでもご連絡いただければと思っております。わー、なんて立派な、これはもはやパンフレットではない、もう辞書のようだ。名古屋のこれまで、そしてこれからをすべて網羅した素晴らしい出来となっております。まさに一家に一冊、読み応え十分です。早速今夜にでも。いや、重いな。ありがとうございます。では次にお会いするときにぜひご感想をお聞かせください。はい、では、はい、これで、はい、貴重なお時間をありがとうございました。では失礼いたします。これが僕と彼との今後長い付き合いとなる最初の出会いだった。翌日、母親が玄関で騒いでいる。何事かと思ったら、玄関ドアの上の部分にシールが貼られているそうで、見てみたらそれは全体が金色のシールでキラキラしており、シャチホコが名古屋だがやと吠えているイラストのその下に名古屋地域振興組合とある。剥がしたいが何をしても剥がれないのだそうだ。
僕は母に剥がしたらもっとややこしいことになるから剥がさない方がいいと思うよと伝えた。だって名古屋だもの。母親もそれは確かにそうねと納得した。名古屋名古屋地域振興組合ラジオ名古屋名古屋地域振興組合ラジオ名古屋名古屋地域振興組合ラジオ。なんだ今のは。いやジングルやめろ。やめてください。リスナーの皆さん、ラジオで言うことじゃないかもしれない。耳を塞げ耳を塞げ。こっからみんなに行けてください。いやいや名古屋地域振興組合ラジオっていう番組になるんで、これからだからジングル一応作ってやばいって今のは今のすげえ脳に一応作ってきたんで、頑張って作ってきたんで。うわーやばい、今すっげー離れない今これ。あとずっと流れてる。あと2つあるんでこれ。この3つ作ってきたんで一応ジングルを。ちょっと待ってよ。えというわけで名古屋道第1話をね、はい、聞いてもらいましたけども、はい、これまあだからこっから多分31話あるんで、あの YouTube の方をね見てもらえればあの31話分楽しめるんで。わかりました。これいろんなドラマがね、31話やったんでしょ。31話やりました、ね、なのにシーズンで1、2やってシーズン3を望む声も今上がってるってことでしょ。まだあるということなんで。いやこれはちょっと、じゃあここからはですね、うん、私中川春樹提案の新コーナー新コーナーっていうかね、まあ、だからその新番組でやっていきたいコーナーをね、名古屋地域振興組合ラジオの。もう一回ごめんね、たびたび止めてごめん、はい、僕思い出した。 CBC ラジオさんからブロードウェイ名古屋やってくださいって言われましたよ、はいね、特番でお正月、はい、そういいわけでね、うん、でも、うん、ヨーロッパ企画っていう劇団の名古屋での活動を、うん、なるべくこう PR するような番組にしてくださいってあったんです。今なんかもうすげえまたやばいタイトルのコーナー行こうとしましたよね。世界名古屋化計画。いやそこがですねヨーロッパ企画をこう広めたいんですよ。ヨーロッパ企画、世界化計画ね。ヨーロッパ企画はもう良くないですか、うんうん、どうでもそうなんですか。僕はもうどうでもいいなと思ってて、うん、はいはいはい。あ名古屋、うん、世界名古屋化計画さえ、うんはい、貫徹僕はもうできれば。あそう、はい、そうあのねヨーロッパ企画さもう20年ぐらいやってるじゃん、はい、で新作本公演をね毎年やってるじゃないですか、うんうんはい、で新作本公演の会議っていうのがあるんですよ、はいはいはい、その時に作演室の上田が、はい、名古屋道の演劇はでかっていう案を出してたんですよ。案出してたんですよあいつは。それはもう特大のいじりじゃなくて違う違う違う本気の本気の人案として。人案として。そうそうなんです本当にあり得る2時間の劇に。どうしたんですか皆さん。そうなんです、うん、出たい。うんなんで出たくないの。ラジオですけど無言になりましたよ、ね、無言になりましたよね。うんいやいやありえますから。うわー、はい、これは本当すごいな。ちょっといいかなやってごめんなさいコーナー、うん、はいわかりました、はい、ではうん、世界名古屋化計画多分エコーがなかったよね、こちら説明いたしますと、名古屋を世界ナンバーワン都市にするために具体的に名古屋民は何をすればいいのか、うん組合に事前に募集しておりますのでそれを発表していくというコーナーになっています。そうなんですか、はい名古屋は今世界何位なんですかね。その日本で何位なの、まあ、そういう人もいますから、うん名古屋何位なんとかそういうしょうもないこと言う人いますからしょうもないこと言っちゃった、しょうもないこと言ってんなと思ったんで僕も。ああそうです。だからあの世界が名古屋化していくためにはどうすればいいかっていう提案をね提案を、はい、もう早速発表していきますよ。ではまずこちら、組合員松浦からの提案。ちょっと待って奈々ちゃん人形を全ての主要駅に置く。今ね名古屋駅だけですけどもね全ての主要駅はい、はい、まあ東京駅とか東京駅まあ、京都駅とか大阪とか、はい、大阪とかあ、まあ、全部にやっぱ奈々、うん、ちゃん人形置いていこうっていうそういう提案ですね。だから僕だから世界の、はい、あの駅にもそれはそうです。あのタイムズスクエアのとこにバーンと奈々ちゃんが巨大な自由の女神どかして奈々ちゃんとか、はあ、どかして、はい、ビッグベンどかして奈々ちゃん、ちゃんやっぱそういうあすごい、はい、スフィンクスどかして奈々ちゃんスフィンクスどかしちゃう。スフィンクスはどかします。古代遺跡スフィンクスが立ちますだから奈々ちゃんとして奈々ちゃんとして奈々ちゃんまだ謎に包まれたままなのにもうあのピラミッドとか撤去です。スフィンクスとかは撤去です。撤去したら奈々ちゃんです。奈々ちゃんっていうこれ松浦からの提案ですね。これは組合員、まあ、恐ろしいな、ね、そもそも松浦ってね今ミキシングしてくれてるんですけどね。いやいやこっち側だと思ってたんだけど、うん、そして、次いきますよ、組合員佐古からの提案
仮想通貨ミャオ発行いやこれはねバカ売れ爆上がり仮想通貨ミャオ。いや仮想通貨もみんな痛い目あったんじゃないですかえ大丈夫かなって心配になるやつですよね。でしょ、はい、ミャーミャー仮想通貨ミャーです。通貨単位ミャーミャーです。かわいい。1ミャー2ミャー買うでしょ、かわいいからね。そして、もう一つ、組合サコカラムというのはもう一つね、矢沢のタオルをそっと名古屋に書き換えるそれはいいですよね。やっぱ名古屋のタオルが舞うっていうね。うわあ、じゃあもう、ね、A ちゃんがライブでかけてるタオルもしれっと、うん、しれっと名古屋。気づくまでね、バレたらやばいよ。やばいよ、バレたら叱られるからね。そうだよ、はい、うん、そして、組合員小林からの提案、はい、一旦他の地域にも目を向け、広い視野で物事を考えられるようにする。ちょっと小林がね、冷静っていう。どうしたの小林、冷静なんですよ。なんかふわっとした、ふわっと冷静な、冷静な意見もやっぱある。比較してね、他の都市とね、はい、比較した上で、はいはい、それでいいところを探していこうとか、そういうこと。視野を持てよということですよね。組合員ですか。組合員です、組合員です。そしてより強固な名古屋の価値観を、なるほど、ね、なるほど、良さを見出すということですか、ね。そして、組合員諏訪からの提案、岐阜を買う。怖いこと言う。岐阜買っちゃうよね。岐阜なら買えるんだろうっていう。岐阜の人も聞いてますよ。岐阜の聞いてますよ。エリア内ですからね。聞いてますからね。そうね、そしてもう一つ、組合員諏訪からの提案、もう一つ、またカキフレアも言っとく。いやまあエビフレアだけね。 あらゆるフリア、フリアはもうフリアかね、フリアかね。カキフレアももう名古屋のものにしていこうっていう、ね。うわ、諏訪さんも組合員なんですね。組合員です。まさか諏訪さんが、はい、諏訪さんは、うん、名古屋大学にね、うん、高校頃行くって言って、お名古屋なんて行くなって親に止められた。その諏訪さんですよね。止められた過去がありますよ。どうしたら行ったんだ、あの人。どうしたら行った、はい、そうなんだ、はい、いやだから心の中にやっぱ名古屋がいつまでもあるんじゃない。名古屋行っとけばよかったっていう、名古屋行っとけば演劇なんかやらずに済んだっていうさ。あの人もそっか、禁止されるとね、うん、やっぱ欲はこうね、圧を帯びてきますからね。気持ちがあるんだろうね。怖い案が多すぎた。そうですね。そうですか、うん、過激、過激派ですよ、この名古屋地域振興組合の方は。そうですかね、うん、あんまりお正月っぽくないワードが次々、ね、そう、うん、出てます。ゆったり聞きたい、うん、なんか、うん、もうほろ酔いでふわーって来てるのに、なんかシャキッてなっちゃう。なんか気をつけ、ビコってなっちゃう。いやそれはいつまでもね、その正月気分でいてもらっては困るから。あ、そう、この今年は名古屋の時にするわけだから僕ら。あ、言ってましたね。そうですか、はい、だからもうそりゃそうなりますよ。そうか、ピリつきますよ僕としても。ああ、あえてそうされてるってことですね、はいはい、最初の一歩ですからね。もちろんです、うんうん、まあ、こういう感じでね、名古屋をね、その世界化、世界名古屋化計画に向けてね、はい、着々とこの、はい、いろいろ練っていると、はい、我々は。あ、なるほど。でこういうね、ブローデン名古屋っていう番組がもしレギュラー化すれば、はい、このコーナーがこう、うん、そうです、そうです、そうです。で、やっぱ具体的にしていくって、まあ、岐阜買うにいくらかかるのかなとか、なるほどなるほど、やっぱ試算出してね、市長と相談して。なるほどなるほど、うん、反発買わないですかね、やっぱ岐阜。で、岐阜も喜ぶんじゃない、やっぱ。名古屋になれるんだっていうか、ならんかね。名古屋になれるんだって。名古屋やったっつってね、やっぱ。あ、拳上げて。うん。うん、やっぱ出身、生まれどこ、出身どこっつって岐阜っていうよりやっぱ名古屋って言いたいじゃん。うん、みんな、みんなそうじゃない。そうですか。あ、でもまあなんか、うん、なんでも九州とかでも聞いたことありますよ。でも福岡でも、うん、福岡のちょっとまず外れの市に生まれてる人は、うん、もう福岡出身とか言ったりとか。そういうこと。そう、うん、だから岐阜とかは全然名古屋って言いたいと。三重とかも多分。本当ですか。本当本当。三重も、うんうん、あ、だから宮崎とかも全然名古屋、名古屋出身って買う、買う、宮崎買う、宮崎買えるんじゃない。お前なんだその眠みお前。いやいや、それはだってトヨタがねやっぱいますから、うん、名古屋には、うん、やっぱ金持ってますよ名古屋。いやだけど、うん、戦争になりますよ。僕は嫌ですけどね。嫌ですか、うん、まあ、嫌とか血は見たくないんですけど。嫌とかじゃないの、うん、そうなるもん。なる今年。あ、そうなの、ね、そういうやつ。そうです、すごい近い将来。名古屋地域振興組合ラジオ、はい、今も
はい、中川さんが自作で作られたジングル、はい、自分でピアノ弾いて、はあ、はあ、結構甘い歌声なんですね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、はいはいはい、そうですね、こういうのもある。朝4時台とかにはいい、うん、そうですよね、うん、お散歩しながらね、はいはい、爽やかなバージョンもあったんですね。ちょっといい感じになってない、やっぱちょっとね受け入れ出してない、うん、では次のコーナーに参りたいと思います、うん、続きましては、名古屋センター試験。まあそうか、センター試験の時期ですよ、そろそろ。そうですよ、はい、これだからこれで点数取れれば大学も、はい、名古屋大学合格。名古屋大学、あ、そうなんですか、共通の問題やってるんですか。そうそうそう、これで。そうなんですか、はい、だから頑張って解いてください。はあ、はあ、はあ、はい、こちらはですね、我々名古屋地域振興組合が制作しました、名古屋についての問題をお二人に出題しますので、それに答えてもらい、お二人の名古屋習熟度を私がチェックする、そんな企画になっております、こちらね、あの以前にブロラジで放送された、うん、名古屋道から出題してますので、はあ、なるほど、まあ、2人なら絶対わかる。そうか、あの名古屋道には2人とも、ね、出演してるからね。そうですっけ、うん、はい、そうです。何ですか。記憶から消されてる。結構自信ないかもしれない。はい、では問題です、うん、現在の中日ドラゴンズの前身となった新愛知新聞社を親会社としたプロ野球チームの名前は。うわー、あったね、言ってた、ありましたよ、これは。あったね、はい、名古屋道第10話からの出題。はい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 、うわ言ってたな、なんか、いや、うわ、え、選択肢欲しいよね。選択肢欲しいですね、うん、いや、え、選択肢じゃあ言いましょうか、うん、3つ言いますよ、はいはいはい、名古屋ドラゴンズ、うん、名古屋金シャチ軍、名古屋軍、どれ。名古屋軍は、名古屋軍はストレートすぎるもんな。分かった、思い出した、はいはい、2番目の名古屋金シャチ軍、はい、リコさんは。じゃあ1番で、名古屋ドラゴンズ、はい、2人とも不正解です。え、名古屋軍です。名古屋軍、はい、嘘だ。シンプルですよ、昔はやっぱり名古屋軍。名古屋軍です。それ宮崎を攻める時の軍隊のことじゃないですか。名古屋軍です。いきなり2人とも間違えて、うわ、見事に不正解でしたよ。あ、そう、あらあら、はい、3択でさ2人ど、うん、3分の2ね。っでは次の問題です。はい、日本初の地下街、名古屋地下街、現在のサンロードが開業したのは西暦何年、はい、うん、西暦、うわこれ名古屋道特別編第3話からの出題。うわそっか、はい、だからこれブロで名古屋で放送して、そういうことですね、ね、はい、だからリコちゃん知らないかもね。いや聞いてるでしょ。聞きはしたはずなんですけどね。ほら、うーっとね、これ、はい、いつだろうな。いや、あ、はい、1960年。惜しい、うん、近いですよ、うんうん、はい、リコさん、その辺ですよ、近いです、はい、1963年。わあ、外れていく、外れていく、なめんな。じゃあ1961年だ。違います。え、うん、59年。違う、うん、1962年。だから違うって。なんで58年。違うのよ。1970年。バカか。え、なんでよ、なんでよ。どんどん外れていってるよ。もっとすげえんだよ。1930年。いやいやいや、そんなわけないでしょ。そんなわけないでしょ。なんで戦前なのよ。いや近かったですよ。1958年が大変近かったですよ。あー、1955年。え、どうしたらいいの。57年。正解。もう刻んでいくしかないよな、こうなったら。刻んでいったね。1957年。はい、今から62年前でございました。日本初の。そうです、すごいよね、名古屋って。次は当ててくださいね、うん、次の問題、はい、コメダコーヒーの姉妹店、はい、おかげやんでモーニングを頼むとおにぎりと味噌汁と何がついてくるでしょうか。はい、ゆで卵。違います。これね、名古屋道第5話ですね。おかげやんよ。コメダコーヒーはだからパンとその卵だったりとか、うん、そんなことですよね、うん、おにぎりと味噌汁と何か。はい、お漬物。違うわ。
だから、はい、あの小倉あんのかかったトースト。なんでおにぎりと、だそれは米田コーヒーやから。おにぎりと味噌汁と何かよ。おかげあんやで。おかげあんやで。おかげあん。はい。ちょっとわからない。はい。あん。違いますって。あんこじゃないのよ。あんこだけだと思うなよ。味噌カツ。違います。ガッツもうランチやん、それはもうモーニングや言うてるから。モーニングでしょ。モーニングですよ。おにぎりと味噌汁と、ただまああんこはねちょっと近いですよ。近いんですよ、ね、デザート的なことですよ。白ノワール。違いますよ。だから米田ではない。米田だけども、わからない。え、聞いたでしょ。え、バニラアイスクリーム。違いますって。和風のよ、和風の和菓子。おしるこ。違う。惜しいけど違うんだよ。おぜんざい。違うのよ、もうおさんくなった。うん、違うのよ。うん、はい、甘酒。違う。もうダメだお前ら。え、何、うん、どうした。三つ豆。違うの。違うの。正解は、うん、わらび餅です。わらび餅、はい、おにぎりと味噌汁とわらび餅がついてくるんですよ。あ、いい上品なセットじゃないですか。そうですよ、上品なのよ名古屋は。一問も当たらんね。まあそうだね、確かにね、当たんね。選択肢がむずいよこれ。いや、あの次の問題は簡単、うん、はい、これは解けますよ、うん、はい、いきます。次の問題、はい、名古屋駅前のファッションビル近鉄パッセ。パッセとはパッションと何を組み合わせたどうでしょうか。情熱と、うん、名古屋道特別編第1話で出てきました。パッセでしょ、はい、パッセでしょ。パッセ、パッションとファッション、はい、あ、パッション、パッションと何か。パッション、パッションと、うん、英単語、うん、はい、ファッション。違います。パッションファッション違う。パッセだよね。パッセージ何ですか。パッセージ道というか。い、違います。パッションと何か。パッセ、パッセ、はい、はい、中野さん。いらっしゃいませ。面白いけどさ、違いますよ。やりそうじゃん。そんな違います、違います。もっとセンスがいいですよ。パッションと、パッションでしょ、はい、情熱と。え、はい、ヒントある。ヒント、ヒント、ヒント。えです。ええから始まる。えから、英単語なのね。英単語、パッションと、いい、はい、いいと食べる。違います。エナジー。あ、正解。え、え、なんて、なんて、なんて。エナジー。エナジー、はい、パッションとエナジーで近鉄パッセ。パッションとエナジー、そん、え、そんなみなぎる必要ある。サービス問題ですよこれ。めちゃ燃えたぎって。何のビルでしたそれ。何で。これファッションビルです。ファッションビルでそんなエネルギッシュな。エネルギッシュなんですよ名古屋の。うわ、そうなんだ。そうです。アウスジ立ってんじゃんもう。そうです。ファッション、エナジー、下がってますね。盛り上がってますから。いや、すごいね。うわ、全問不正解ですね。そうでした。もはや、はい。え、やる気あるんですか。いや、2問正解しましたよ。いや、すげえ待ったわ。待って待ってのやつや。でもこれ聞いてる方、うん、みんな割とパパパンです。それはもうそれと正解してんのかな、はい、名古屋市民はもう全員。あ、そう。もちろん常識です。常識もある。そうですか。勉強してください。すみませんでした。お願いします。すみません。私たちのね、はい、半年間が何だったんだっていうことになりますから。恥ずかしいですねそれは。名古屋地域振興組合ラジオ。だいぶこの、うん、このセンター試験とか解いてる間に、うん、名古屋に心許してしまった部分がありましたよ、うん、そうですね。熱くなってるうちに楽しかった、うん、ちょっと問題解くのは楽しかったなっていうのはちょっと否めませんよ、はい、これやっぱ毎週名古屋でね、はい、放送されたらさ、はい、嬉しいと思う。だからこれちょっと、ね、毎週これ聞きたいぞっていう方は、うん、お便りとかね、はい、ください。じゃあブロデーラジオに、はい、ね、もう CBC さんに送ってもらおうよ。あ、直で、直で。あ、なるほど。 CBC さん宛てにメール、はい、そうすると、だから CBC さんの方から、はい、うちの事務所の方に、はい、もうブロードウェイ名古屋で行きましょうっていう話になるから、うんうん、なるほど。話が早い、話が早いんで。あ、じゃあブロードウェイラジオ経由せず、もう CBC さん直の直で行ってもらって、はい、じゃあまあちょっとブロードウェイラジオ、うん、
っていう、ね、はい、番組から生まれましたからね、このブロデー名古屋は。そうね、で、うん、でそのブロデーラジオも放送やってます、はい、うん、毎週土曜日ですね、うん、CBC ラジオでは28時から、ね、うん、30分やっておりますので、うん、ぜひお聞きください、うん、はい、うん、そして、はい、藤谷美子、はい、そして中川春樹が出る舞台がね、はい、あるんですよ、うん、はい、そうなんです、ありますね、東京で下北沢でですね、兵庫県伊丹市でですね、ございます、イエティというユニットですかね、の公演です。スーパードンキーヤングデラックスというものが、うん、はい、東京は1月22日から26日まで、伊丹では1月30日から2月3日までやっておりますので、うん、うん、ね、ぜひあの組合員の皆さんは僕の方応援に来ていただき、はい、主演ですからね、主演ですから、なんて言ったって中川さんが、うん、はい、名古屋名古屋言ってますんで、はい、え、これ、え、このこの演劇のセリフで書かれてるんですか、このイーティー。書かれてないですけども、うん、言いますよ、それは。うわ、名古屋名古屋言いますよ、僕は。うん、言ってきます、ね、イエティはヨーロッパ企画内のユニットなんですけど、 そこでももう中川春樹はドンキ名古屋で、ドンキ名古屋として上演するつもりでいるという恐ろしいですね、はい、うん、名古屋ではやらないですよ、その名古屋でやらないです、わかりました、名古屋でやりたいんだな、うん、で名古屋、中川さんが、はい、中川さんが出演されてるテレビドラマ、テレビドラマです、うん、テレビドラマ、1月18日から蔦屋テレビで配信されます、はい、大江戸スチームパンクという、はい、うん、ドラマがあるんですけども、うん、東海圏はね、これは TVer の方で見れるそうなので、うん、ぜひ見ていただきたいなと、こちら僕もレギュラーで毎話出ておりますので、うん、はいはい、ヨーロッパ企画が関わっている映画がございます。これ1月31日金曜日から全国ロードショーされるんですけども、うん、前田建設ファンタジー営業部という映画がございます。こちら、ヨーロッパ企画の代表の上田誠が脚本を書いてまして、もともと舞台をこれ映画化したものです。名古屋が舞台の、うん、いや違います。前田建設さんって本当にあるね、はい、名古屋関係ないんですか。関係ないです、ゼネコンの会社。ちょっとやめてください、いやこの告知やめた方がいいですか。その告知やめてください。これイオンシネマ系でね見れるんですよ。なるほど、うん、名古屋の、名古屋でも見れる、名古屋でも見れるんです、はい、じゃあいいでしょう。名古屋の話は一切しておりませんけどいいですか。一切してない、一切してないです。ちょっと困るな。でも、でも、これ本当にね、面白いですよ、うん、マジンガー Z の格納庫を作るためにいくらかかるかって予算書を作るまでの映画です、うん、いつもでしょうね、はい、これ誰が出てるの。小木矢作の小木さん、もうこの方は、まあ、主役みたいにもうかなりいい役をやられてましたよ、うん、はい。いや、あとはね、高杉真宙さんが主演なんですけど、うん、岸由紀乃さんとか、まあ、本田くんが出てるね。ヨーロッパ企画から本田力くんが出ておりますという、はい、まあ、これはすんげえ面白い映画だったんで、ぜひ見てください。はい、はい、もう締めていい。もうそれは中川さん。そうですね、延長する。延長聞くじゃない。これさ、カラオケボックスとかみたいに延長できないと思うんですよ。40分の番組じゃんか、うん、60分送ったらどうなるんだろうね。60本送ったら流してくれるんじゃないの。そういう感じなのかな、 CBC さんってどうなんだろうね。いや、そんなザルではないと思いますよ。一応40分にしとくじゃん。なるほど、穏便にするのかなと思うんですよ。そうだね、まあ、次があるよね。はいはい、うん、企画提案ですから、続けたいんでしょ。続けたいんです。続けるためのこの特番だったんでしょ、はいはい、そうそう、うん、だってこういう企画提案をしてるわけですから、まだまだありますから、ね、やりたい企画がね、それを次はぜひまたやりたいなということで、はい、終わります。それではヨーロッパ企画の中川春樹と長野宗則と藤谷理子でした。さよなら。さよなら。